皆さんこんにちは、加藤沢子です。柳川聖香です。2人でやっていくわけなんですけど、うん、レッツサポ今年の〇〇と題して1年を振り返っていきたいと思います。いろいろありましたね、1年間ね。本当にジェットコースターみたいな1年だったねそうだねもういろいろとバクバクな1年でしたけどもね。振り返っていきたいと思いますので、はい、ぜひ動画最後までご覧ください。結構事前にねテーマを何個か設定してお互いにねまとめてきたので、うん、それを共有しながら話を進めていきたいと思うんですが、うん、まあ、まずは今年の漢字が発表されまして、まあ、戦うという字が今年の漢字に選ばれましたけれども、うん、どうです今年の漢字。いやでもまさに戦う年だったんじゃないですかね。おでもどうなのか、私もちょっとせいちゃん的にもそう思います。なんか私自身も戦う年だったなって。うんうん、それはどういうあれで戦うだったの。自分のそのお仕事関連もあるんですけども、まあ、その浦和レッズを好きになって試合で戦うだとか、うん、ワールドカップもあったし、スポーツ関連でもそうですけど、なんか自分自身戦うみたいな、うんうん、そうそうそうっていうのも含めての戦うっていう感じは、まあ、なんかこう日本中で、まあ、合ってるのかなみたいな感じで思っていたんですけども、うんうん、逆にさおちゃんなんかどうですか。ちょっとこれは私的、確かにその戦うはその今年の感じとしてすごく納得しているんですけど、うん、個人的今年の漢字は、うん、変化の変だなと思ってて、はい、うん、それこそ阿部さんが引退されて、うん、で牧野選手で興梠選手はね、まあ、戻ってくるけど、うん、2022年シーズンはコンサドーレに期限付き移籍をして、うん、宇賀神選手も抜けて、うん、こう今までこうレッツを支えてきてくれた功労者の選手たちが本当にごそっと抜けて、そうだね、新生浦和レッズで、うん、リカルド監督2年目、うん、優勝するんじゃないか、うん、そういった部分でね期待値がすごく高かった1年だったと思うんですよ、うん、最初はね、うん、でもこうシーズンをこうやって今結局、まあ、リカルド監督解任になり新しい監督が来て、うん、やっぱり最初も変化して新生でスタートするぞだったけれども、シーズン終わりもまた監督変わって、2023年シーズンはマスコルツァー監督に変わるし、大きくメンバーは入れ替わらないけれども、やっぱりこの21から22の間ですごく入れ替わったなと思って。確かに結構コロコロ変わったね、そう考えると、この間にも私も変化の変っていう字めちゃめちゃ使って喋ってると思ってて、それくらい変化があった1年だったなって思いますね、うん、確かに確かに。私自身の考えてきた今年の漢字はそれこそ赤にしたんですけど、赤、そう、まあ、J リーグで考えた時はレッドカードが多く出た1年だったなって。そうね、なんか結構シーズンの序盤さ、うん、毎試合のように出てて、そうそうそう、すごかったよね。すごかった。でそれもあるし、まあ、赤色を好きになった1年っていうのと、まあ、浦和レッズにハマった1年も含めて赤っていう感じを出しました。今年の感じをざっと振り返ったんですが、うんうん、まあ、その中でね、まあ、今年いろんな選手の活躍があったと思うんですけど、はい、まあ、一番輝いてたなと思う選手、はい、誰でしょう。私は大久保選手を選んだんですけども、うんうん、まあ、その理由として、まあ、去年に比べて、まあ、飛躍してた年だなって思っていたのと、あとやっぱ大久保選手のドリブルがすごい良かったなって思っていて、やっぱりそのボールを持ったら何かやってくれるんじゃないかみたいな感じの雰囲気が、ね、ね、あったじゃないですか。なんかちょっと今後の三笘選手みたいな感じの、ね、うん、動きをしてくれるのかなって思っちゃうんですけども、それ含めて大久保選手が今年は輝いていたかなと思いました。うん、私はね、うん、大畑選手。おお、大畑選手、うん、なぜ、まあ、うん、左サイドバックで、うん、まあ、もともと鳥栖のユース上がりで鳥栖、うん、から移籍してきて、鳥栖、うん、まあ、ってすごく育成が上手で有名で、
鳥栖の育成を受けたいって言って子どもたちが集まるくらいすごくいい育成をしてるんだけれども、うん、だからこそちょっと期待感はあったと思う、うん、でもやっぱり若手っていう部分で、うん、もしかしたら試合に絡めないこともあるのかなって思ってたんだけど、出たらあんなにサイド上がれるし、うん、体強いし、うん、本当に21歳みたいな、あ人生2周目ですかって思うくらいすごいよくって、うん、それこそアンダー21の遠征にも招集されて行ってたし、うん、これからねパリオリンピック世代だから、そうだ、ね、もしかしたら出てくれるんじゃないかなっていう、うん、期待を感じられた1年で、大畑選手すごく良かったから、うん、来年以降もね固定で出てほしいなって思うし、右はさすでにもう酒井選手がいるから、うん、安心感あるけど、うん、左もこうねしっかりこうすごいなっていう選手がいて、うん、やっぱりこう個人的にはやっぱいいサイドバックがいるチームってすごくいいサッカーするなっていうふうに思ってるから、そういった意味で大畑選手はすごく今年良かったなって思う。今年の最強グッズ、お最強グッズなんだこれ、今年の最強グッズ、浦和レッズのとこですよね、うんうん、そう、私がちょっとピックアップしたのは2022年度のユニフォームを、ユニフォーム、そうピックアップしたんですけども、うんうん、まあ、この理由として歴代のユニを見た中でなんか一番いいなって思ったんですよ、おーおーおー、ユニが HK よね、そう HK すごいなと思って、まあ、今2023年のユニフォームも発表されたじゃないですか、うん、全部含めてこのユニフォームが私は好きだなと思ってそう選んだんですけど、浦和レッズのユニフォームかっこいいよねってこう他サポの人にも言われたりしたので、私は一番の最強グッズかなって思いました。沢ちゃんのありますか、最強グッズ。そうね、私はタオマフかなと思ってて、うん、今年声出しもやっと解禁になって、うん、ビア代やったりとか、うん、でタオマフを掲げるっていうシーンもすごく出てきたし、うん、やっとね日常が戻ってきたなとも思うし、うん、タオマフって何か言ったら買っちゃうんだよね、記念のタオマフとかさ、うん、新作が結構コンスタントに出るし、うん、だから私今シーズン何枚買ったんだろうってぐらい本当に今タオマフたくさん買いすぎて、ちょっともう買わないでって家族からストップかけられそうなくらい、めちゃめちゃ買った今年。確かに買ってるとこ結構見た気がする。でも買ってると思う。そう、でもやっぱこのビアダ歌いながらタオマフ掲げてる瞬間とか私すごく好きだから、タオマフはすごく年を象徴しているグッズの一つなのかなとも思いますね。続いてが、うん、今年のナンバーワングルメ、うん、グルメグルメズバリズバリ、うん、ちょっと私前回喋っちゃったかもしれないんですけど、分かった、スパイシーきのこチーズカレーです。そう、もう名前覚えたよ。そう、それが一番のナンバーワングルメかなって。私さ、うん、結構食べてから行ったりとか、うん、スタグルはシッカーで買うこととか結構多かったんだけど、うん、今シーズン結構スタジアムでも買って食べてて、カルビ串がめちゃめちゃ美味しくて、あーカルビ串ね、分かるよ、甘辛の味噌が添えられてるやつなんだけど、うん、結構さ屋台とかで売ってるカルビ串ってさ、うん、硬かったりとかするじゃん、うん、でもね最下のカルビ串は違くて、うん、本当に柔らかくてジューシーで、うん、しかも辛味噌の味が絡み合ってもう本当に最高なんですよ。確かに、なんかその一緒に見に行った時にさわちゃんが横で食べてるの見てたんですけど、めっちゃ美味しそうだったから食べたいなって思ったもん。それほどやっぱこうね、そう美味しいんですよ、カレル。でも話してたらね、また食べたくなってきちゃうんですけど、本当にそのカレル串今年気に入りましたね。ざっとこう2022年シーズン振り返ってきたんですけれども、うん、本当にいろいろあったね。ね、本当にいろいろあった1年だったなって思います。本当にね、いろんな部分でこう浮き沈みの激しいシーズンだったけれども、うん、まあ、この1年がね、無駄にならないような来シーズンを見たいよね。見たい。新
しいねスコルツァー政権のもと、うん、どんなレッツが出来上がるのかっていうのが楽しみなところだけれども、はい、お金も集めてアベもたくさん行けるように私は頑張っていきたいなって思いますね、はい、はい、ということで、まあ、今年の〇〇と題して振り返ってきたんですけれども、うん、ぜひこの動画をご覧の皆さんも今年の〇〇こんなことあったよっていうのがあればぜひコメントで教えてください、はい、この動画がいいと思ったらぜひチャンネル登録高評価コメントお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。